杭州アジア大会男子60キロ級決勝戦はこの60キロ級の世界一をかけた戦いともいえます。世界ランキング2位の日本平岡と世界ランク1位ウズベキスタンのソビロフの対戦です。こちらがウズベキスタンのソビロフ、今年9月に行われました東京世界選手権の金メダリスト、世界ランク1位日本平岡、世界ランク現在2位、去年のロッテルダム世界選手権の銀メダリストです。放送の解説は全日本柔道連盟協会員、そしてこの60キロ級ではロサンゼルスオリンピック、ソウル世界選手権で金メダルを取っている細川慎二さんです。さあ細川さん、この両者の対戦ですね、はい、ソビロフですね、はい、もう圧倒的な強さで世界選手権取りましたからね、はい、なんとか平岡リベンジしてほしいですよね。そうですね、はい、日本平岡画面右白い柔道着、世界ランク1位ウズベキスタンソビロフ青い柔道着、アジア大会決勝の舞台で両者が相まみえます。5分間が始まりました。さあまずは組手争い、はい、両者が距離を取る。ソビロフは左組、平岡は右組の喧嘩四つなんですけども、はい、平岡は左右行けますからね。そうですね、まずは右手で前襟、釣り手を取っています。さあ引き手を取れるか、それを嫌うウズベキスタンソビロフ、両者釣り手は取り合っています。あとは引き手ですね。そうですね、平岡の引き手は左、ソビロフの引き手は右手になります。引き手を取ってまずかけていったのは平岡、うまいですね。やはり引き手を取った瞬間に動きますね、はいはい、ソビロフは今平岡の右手を切ろうとしたんですね、はい、そこにちょうどうまく合わせて左の袖釣り込みも行きました。はい、ああいうのがいいですね。袖釣り込み腰平岡、ああ膝を痛めましたね。膝を痛めましたか、はい、今の袖釣り込み腰に入ったところで、はい、平岡が右膝を痛めたでしょうか。そうですね、顔を歪める苦悶の表情だ平岡。袖釣り込み腰に入りました、はい、そして持ち上げようとしてなんか崩れた時にひねったか、はい、あーそうですか、はい、膝の靭帯を痛めてなければいいんですが、そうですね、立ち上がれるか平岡。まさかのアクシデントが起こりました。開始まだ49秒、右膝を押さえている平岡、ここですね、袖釣り込み腰に入ります、はい、あちょっと逆に曲がるような感じになったんでしょうか、はい、今やっぱりちょっと外側の方の靭帯を伸ばしたんでしょうかね、はい、はい、うん、審判団が集まります、はい、ちょっと立ち上がれないかもしれません。平岡ピンチ、右膝を痛めています。いや調子が良かっただけになんかこう残念ですね。そうですね、はい、今日はここまで4試合戦っていますがうち3試合は一本勝ち、先ほどの準決勝も背負い投げで一本勝ちを収めています。今多分待てを言いませんでしたからね、寝技の位置からやるでしょうか、はい、それともそこから試合を再開するわけですね、はい、そうですね、同じような姿勢からですね。やっぱり審判待てと言いませんでしたからね、はいはい、そのままストップさせましたからやっぱり続けてそこからなんでしょうね、はい、足を抱え込んだ状態から試合が再開されます。これはちょっと辛いところですね、はい、時計が動き始めました。さあ抑え込みに入るのか、抑え込みに入ってますね、抑え込みですね、入ってますね、まだ逃げれますよ、これは逃げれますね、大丈夫ですか、はい、平岡逃げる、懸命に逃げる、ソビロフを抑え込む、まだ抑え込みは続いている、これまだ逃げれますよ、25秒で1本になります、今15秒過ぎた、まだ大丈夫か、溶けてないのか、溶けた溶けた、はい、溶けました溶けました、しかし技ありのポイントが入っています。20秒を過ぎていました、また抑え込みに入ったか、まだ逃げました、逃げました逃げました、大丈夫です、解けました、よく逃げましたよね、休止に1勝を得ました平岡、21秒2秒というところでしょう、はい、いやよく逃げました、技ありのポイントは入りました、しかし1本にはならなかった平岡、寸んでのところでこらえました、まだ気持ちは切れてないですよね、はい、ただ右膝の痛みがどうかですね。こちらが世界ランク1位のソビロフ、世界ランク2位の平岡、しかし平岡は右足を負傷しています、右膝を負傷しています、
右膝に負担がかからない中で戦わなければいけませんね。そうですね。背負っていった、どうだ、あ、技あり、やっぱり受け切れませんでした。合わせ技一本、平岡敗れました。右膝の痛みにこらえることができなかった。ソビロフ金メダル。世界ランク1位が世界ランク2位の平岡を下しました。ウズベキスタンのソビロフがアジア大会を制しました。金メダルです。日本平岡、右膝を痛めるアクシデントがありました。抑え込みも一本間際で逃れましたが、最後はソビロフの担ぎ技の前に技ありを奪われてしまいました。やはり先ほどの膝を痛めた、はい、あれ大きかったですかね。そうですね、まあ、ソビロフやっぱり強いですよね。そうですね、はい、圧倒しましたよね、はいはい、一本強いですか。一本強いですね。これも最後のこの決めがいいですよね、はい、踏ん張って頭でこらえていたんですが、はい、背中がついてしまいました。ウズベキスタンのソビロフの前に平岡敗れて銀メダル。60キロ級金メダルはウズベキスタンのソビロフです。